はい、ということで本日はですねノンタイトルシーズン3の勝者補助さんに来てもらいました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず乾杯ということで、乾杯しようね。勝利、勝利ね。あ、じゃあ乾杯飲んぞ。おー、いけるのか、もしかして。右手にチャミスルを、左手を目に合体。いい、マスカット。でもちょうラオスもね、負けたいもんね、乾杯ね。あの、春菜さんより強いから。おい、春菜さん。とりあえず皆さん、おめでとうございます。ありがとうございます。本当におかげさんで勝てました。おかげさまで、本当にすごかったね。すごかった。全部、資料のレベル、プレゼンのレベル、スキーム、質疑応答、全部パーフェクト。おお、すごい、満点合格ってこと。100点、過去1。青木さん、120点。おお、すごい。アトリの先にも出てこない、出てこないレベル。ノンタイトル1だと思ってた。気持ちいい。気持ちいいね。生きててよかった。本当にすごかったよね。ね、かったね。もうちょっと本気でやればよかったね。あら、手抜いてたんか。いや、ちょっとだけ練習したから。でも、あれ、ヒカルさんの、不倫のあれがあって落ち着いたんですかね。いやまあ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 、それはいいね。あれがなかったら、もう多分ずっと、チャットがもうずっとこんな。まあまあまあ。あれまでね、ずっと、もう、その言葉しかないから。そうなんだ。人気者だった、両方から。いやいやいや、悪い意味でしょ。まあまあまあ、ご飯も食べてください。ありがとうございます。これ、おごりなんですか？パイセンの。あら、お金持ってるの誰、まあ、一番お金持ってるの誰。指さそう、指さそう。一番お金持ってるの。まず事実として3000万獲得しますから。確かに。いや、確かに投資契約次第ですね。まだ分かんない。契約次第です。はい、からこっから、まあ、その話も後でね。だそうだね、そうだね、確かに。で、一番お金持ってる。じゃあ、せーので指さしは一番誰お金持ってるか。はい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 。その前に、じゃあ、あの、答え合わせで財布出して外れてたらやめましょう。いやいや、なんでいきなり締め出す。資産額ね。え、それは負債を引いた。いや、もうちょっと細かいのよ。細かいのよ。まあまあまあ、今日はね、うちが持つんで全然。ありがとうございます。本当に。あれ、デモデーのことはね、向こうのチャンネルで基本聞くんで。え、そうなの。今日はだからもうストーリーについて、物語の気になるっていっぱいあったでしょ。おー、こっちのチームあんまないんだよ。おい、こっちのチーム映ってなかった。こっちのチーム映ってる。デモで頑張った人たちでしょ。おいおいおい、映ってたわ。ええけど、それは気持ちいい。一番気になるのは、モーリー、そちらの恋愛問題。ああ、そうだね。それどこで明らかにしようかな。そうだね。美女と野獣ね。おい、野獣。お前が美女なわけないやろ。野獣はやばい。あの、おもろいね。ここのお店が、六本木韓国という韓国料理屋さんで、僕2回目かな。そうだね。ニュータイトルの打ち上げも使ってます。そうそうそう、ぜひ来てください。あの、めちゃめちゃうまい。うん、美味しいね。ほうれん草がいいよね。おっさんなんですよ、コメントがおっさんなんですよ。でも、モーリーと同い年がラオス。違う違う、それイメージで。あれ、認めて決めてるよ。で、最年長は、最年長モーリー。はい、モーリー何歳ですか今。33。33。あれ、セラ君が34、今年4だから。今年34、今年4だから。今年34、今年4だから。今年34、今年4だから。もっと若いと思った。今年4だから。使われないから。ここみんな何歳ですか今。33、32、31。すごい、すごい、だんだん。そう、30代。すごいっすね、なんかジジババのチーム。おい、いやいやいや、貴様らもやろ。だから、セナ君がイソちゃんの名前ずっと間違ってたので。あ、そうそうそう。あー、何だっけ、フキちゃん、フキちゃん、キソちゃん、あ、フキツさん、フキツさん、どっかした。本当に、絶対解明した方がいいですよ。解明、解明の問題ですよ。違う、顔が違うんで、イソちゃんじゃないけど。じゃあ、つけてあげてよ。あ、つけてもらって。キキにしよう。キキ、ああ、ぽい。キキっぽい。魔女宅急便。うん。キキの反応かな。微妙な反応。まあ、ゼロハマりやない。あんま良くないみたいですね。はい。まあ、そんな感じ。え、で、そう、どうなんですか、恋愛、その二人は付き合ってるの。あ、早いね。確かに。混みますね。でも、まだ記憶なくしてないんで。え、あの日の飲み会は記憶なくなった。
あれマジで記憶なくて。マジで記憶ない。じゃあ映像で知ったんですか。映像です。やばー。どこまで、どこまで記憶あるの。手紙読んでる途中のと、あとなんかモーリーがメガネ外したあたりは覚えてる。本当思えばいたからみたいな。ちょっと待って、まず何時間飲んでたのあそこで。あれね、マジで1時間ぐらいじゃない。1時間ぐらい、めっちゃ飛ばしてたんよ。あ、まあ、疲れもあってるしね。で、磯ちゃんの手紙は何、あれもあそこで読むか。そう、なんか書いてきてくれてて、すごい。でもすごいね、そういう人間性ができる。そうです、ね。いや、でも間に合ってなくて途中で終わってた。どういうこと、手紙ってその日に、あ、日記みたいな感じ。ただですよ、あの手紙を書こうと思ってたんやけど時間に間に合わずに半分ぐらいで終わってた。そう、ね、え、磯ちゃんはでもあれ横にモーリーがいたからこうやったのか、それともあれがモーリー、龍馬くんだったらやってなかったのか。どうそれ。おお、あれじゃあ、あと壁だと思ってた。確かにでかいからね。でかい、壁によっかかってたイメージね。柔らかめやぞ。低反発。マジで覚えてないからな。え、結構記憶なくすタイプなんですか。飲みすぎたら良くないです。いや、回答になってないよ。え、確かに。でも魔性の女の子感めっちゃありましたよ。どうですか。気があったからとかじゃないの。気があったっていうのが本当にあったから酔った時にああいう感じっていうわけでもなく、今日も記憶なくなるんじゃない。飲んでから答えてもろて。まあでも確かにさ、これ本当に正直言うと気ないやつの方にこうやってやんないよ。本能がやっぱあるもん、人間。確かにね。で、どうですか。覚えてません。最強だこれが。そんなに結構バンバン発言するんだったら、うん、なんか番組上では結構仲良く、まあ、めっちゃバランスいいみたいに見えるけど、うん、裏とかで喧嘩せんかった。あんまりせえへんよね、かってね。そうやね、争いって同じレベルでしか発生せえへんから。あ、そうなんだ。伝え方、伝え方、伝え方。でもなんかあれでしょ、龍馬があのモーリーの中で噂を聞いてる。あれはガチ裏話。裏話。それガチ裏話。使えません。使えません。結果使えませんね。あの補助状になった以上使えませんね。使えませんよ。本当に使えません。NG なしって言ったからさ。いや、まあまあちょっと飲んだ方が一回飲んだ方が一回飲んだ方が。マスカット、マスカット。あ、磯ちゃんも全然。もう今日はだって祝勝会だから。あれ、そっちは飲んでるのか。モリさん、モリさん、祝勝会でも。4杯飲んでるか。1週間は飲み続けないとやっぱね。ほんならなくなるやないかい。飲んで口滑らせようとしてるよ多分。これあんまちゃんあったまってるからね。みんな分かってるよ。ラオス、ラオス。ええ、飲んでるよ。うん。こっちだけレビューしてくれた。こんなことある。あれちゃ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 すごいよ。すごいよ。あの入ってないの。違う、だからもう今日さ、今日ねラオスがねなんか。スーパーにね、行ったの、うん、で距離的に往復で 500m ぐらいなんだけど、うん、帰ってきたらもうなんかフルマラソン終わったかのぐらいめっちゃ息切れして汗かいて、ね、だからもうヤオス多分死にかけてるんですよ、もう太りすぎて。だから体重と筋力のバランスが合ってないやわ。その口でその口でモーリーもさ、ノンタイトル期間中20キロ太ってるわけだし。20キロ太ってる。誰が決めてん。誰と。しかもさ、いや20はここやから。え、そう。あー、やめて。やめて。あー、二次優ね。二次優の話ね。二次優の話。韓国こっちだからね。二次優の話。いや、いいね。俺そっちね。あー、もういろいろそこか。そういう共通があるんだね。解釈の違いやね。解釈の違いと判断基準です、本当に。出来立てだからまだね、あの、ほやほやですから。え、でも、まあじゃあ、ノンタイトルに出ようと思った理由知りたいんですけど。おー、どうぞ。あ、磯ちゃんを。なんか授業、自分のが欲しかった。あげないよ、そんなの。やっぱまだ猫かぶってる。え、俺ノンタイトル中もカメラ前だと磯ちゃん猫かぶってたってある。あ、あれは猫かぶってたというか、喋れない。そう、緊張しいなのよ。あ、そうなんだ。そう、シンプルに。なんで出てきたの。ごめんね、うちね、結構失礼なチャンネルだからね。デリカシーないよね。デリカシーない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 。それだけない。それだけない。磯の一気はそれだけじゃないのよ。
ちゼリがしないチャンネルだからさ聞いちゃうんですよね、つぼさん同じです、はい、だって嫌じゃないかなと思って人見知りとか話すのがちょっと緊張しいだと、うん、カメラ前嫌だかな。オーディションの時一緒やったからそうちゃんのオーディション見てたら普通通らんと思うよ。もうそんなひどかったんだ。だからシンプルに顔じゃない通ったらすごいね。だからいやそう言ってたし藤川さん顔で通したって言ってた。やめろよやめろって使えるか顔はね使えるやろ使えるやろ使えるやろじゃあ爪痕なんか残した方がいいですよ。今一発ギャグとかでもいいですか。酔っ払ったらイソダンスするかもしれない。酔っ払ったら覚醒してない。昨日踊ってたよね。あ、踊ってた。昨日踊ってたよ。ダンスうまい。一緒ダンス普通もちこもダメ。あのカメラ前とかあんま気にしないんです、うん、なんかめんどくさいってなっちゃう。でも、酔ったら覚醒するタイプ。あ、脱ぎ出して踊るから似たような感じかな。あ、脱いだ、うん、行った方がいい、行った方がいい。それは過去。もち、足りてる。でもこれ、実は一番先強いのもちこなんですよ。強そう、マジで強そう。強そう。そういうのやめよう。これ本当に、いいよ、ありがとう。いや、背中が一番強い。まあまあ、背中も強いよ。強いよね。背中強い。弱いな。いや、強い。弱いな、強いやから。強いんだ。あいつは強いわ。で、二人はなんでノンタイトルに強いの。どうぞ。僕は、起業家としてとインフルエンス力がどっちも身につけたいって思ったからで、世の中にインフルエンス力だけある人も多いし、起業家として名が売れてる人だけも多いから、それをどっちも持ってる人ってめちゃめちゃ希少価値が高いと。まあよくある理由だ。おい。だってなぜなら何回も言ってるから。和田ちゃんもそういう理由やった。あ、そうなんや。でも瀬名くん言ってたよね、その龍馬くん出てきた時さ、この人知ってるみたいな、なんかインスタ。あ、違うの、 YouTube ライブにコメントくれる。ああ、はい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 、はい、そうそう。え、インスタのリールがメインだったんですか、元々 TikTok ですか。いや、インスタがメインかな。で、その後 TikTok。 確かに有名人だよ。うーん、俺もコラボしたし。お前さ、コラボじゃないのよ。コラボじゃないの。僕さ、クリーム反対派なんだ。言ってた。何の反対？いや、反対派なんだけど、うん、ただ、あれ、ちょっと飛躍してる、あの内容。あ、おかしい。その、二払いのものがあるっていうのは、あれおかしいもん。二、うん、払いじゃなくて、支払いがこの日って決まってるものが、うん、まだその日が来てないだけで、全然払う意思もあるし、払うお金もあるから、うん、っていう内容を話してないってなってる。ただ、分かった。その、相手が犬だったんだよ。犬の1日って7時間って言われるじゃん。だから犬はもう 2,3 ヶ月何年先を生きてたから、あれまだ来ないなっていう支払い期限だよ。だからこれ関係ない、その付随する話で言うと、やっぱゴシップネタに振り回される人って俺違う。使えないことを。やめなよ。全部使えないじゃん。いや、ほんで、それと関係ない話ね。それと関係なくても、そういう世の中のゴシップネタ、芸能系の、それに振り回されるやつって、そうなんだけど、だけど、あなたが言ったら荒れるんですよ。いや、そうですね。すいません。今のあなたが言ったら荒れる。やめて、補助で潰す気？おぉ！おぉ！え、そしたらこっちは補助するよ。おぉ！つなげるね。じゃあでも、いそちゃんの今ので切り取って使うのめちゃくちゃかっこよく言ってる。確かに。確かに。で、社長交代？持ち株もらっても。え、なんでやねん。今社長、社長は交代だけど。龍馬くんが社長。です。はい。え、で、毛利さんは何ですか？なんでノンタイトルで言ったんですか？あ、そうだった。よく覚えてたね。一番出る必要ないから。確かに。いや、なんか、5億ぐらいまでは全然一人で稼げるけど、100億ぐらいに行こうと思ったら、やっぱり同じレベル感のやつが 2,3 人いないといかんし、なんなら俺よりちょっと上くらいのやつと組まないと無理。ありがとう、ありがとう。思ってて、来たものの。おい、もののじゃないのよ。そこで終われ。あんまりどこにもいないよね、俺より上のやつが。じゃあ今回のシーズン通して一番優秀なのは誰だと思いますか？吉田。おぉ、これは完全に吉田くんです。え、なんでですか？あいつはあの自責思考の塊で、
言うてもみんな自責やと思うけど、ちょっとは多責の部分が 1% ぐらいあるけど、あるあるね、吉田くんだけは 120% 自責。人の、ほんまは人の責任のやつも勝手に自分の責任やと思い込めるぐらい。それは、まあ、でもそれでちょっとダメになったとこもあるけどね、うん、すごい嬉しいな、嬉しいだろう。だから吉田君がこのチームのリーダーやってる時は、他の3人はこう制作のしがらみ、番組のこととかそういう影響からもう一切守られてて、全部吉田君が受け止めてくれてる。すげえ、それはすごいわ。その毛利さんから見てノンタイトルってどうでした？実際に起業家を作る番組じゃないですか、はいはい、あミッションとかいろいろあったんですけど、どうですか？どう、やっぱビジネスの世界とインフルエンサーの世界の混合だからすごい難しいって思いました。なんかビジネス風インフルエンサー番組、誰を言ってます？それはおいやめろ。いやいやまだ大丈夫でしょ。誰を言ってる？でも結局勝ったしね。いや誰を言ってる？いや結局勝った、ね、いやいや誰を言ってる？ってことはビジネスなのか。いやおい論点繰り返すな。おい誰を言ってる？ちょっと飲みが足らない。いやいやいや、まずこれは飲んでもろてでしょ。はい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 、まあ飲んでもろてよ。じゃあ龍馬くんと磯ちゃんって あの新メンバーじゃないですか。はいはいはい。なんでレッドを選んだんですか。ああシンプルに自分がやりたい事業ができる可能性が高いと思ったから。支配できると思った。支配というのはちょっと語弊があるけど、はい、語弊がありますけど、はい、まあシンプルにやった。アイちゃんも同じで、あのタイミングでさ来たら、いやそうなんだよ。自分の意見通るかではないけど、やっぱりあのタイミングが一番難しいじゃん。そうできてるものに対して、うん、そうだし、逆の理由でじゃあブルーに入るってなったら、その歯車の一つになるっていうのが嫌だったっていう、うん、そうです、そういう意思で動くのが大事。ちゃんもなんですか？私も事業ができるかもしれ、自分の事業ができるかもしれないっていうのと、あと割と自由に働きたいタイプだから、うん、そっちだとそう、みんなで自由に働ける感じがした。でも、伊藤さんはさ、最初あの、なんかそれでいくと最初なんかどっちに入るかはまだ分かんないみたいな、うん、あれがあったじゃん、葛藤みたいなのが、はい、なんかで、インターンシップっていうのがあの覚えてるね。あれするよね、あれで、まあ、普通にこう、レッドを入ってくださいみたいな、あれ最初に決めてるのは何で迷ったっていう、ね、うん、確かに確かにじゃないですか、ね、迷ってたん、ね、なんでそんなすごい他人事なの。ラオス一緒。ラオス一緒。いや、まあほぼ決まってた。ほぼでも、はい、番組的にこうの方がいいのかなと思って。ラオス一緒だやっぱり。やだな、ラオス。やだなって。ちなみに知ってた、レッドってレッドだよね、うん、レッド初なんだよね、勝ったの。いや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 、あ、勝ってるじゃん。いや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 、勝ってるじゃん。おい、いや、まあでもね、よくない。今のは飲んでもろって。今のは飲んでもろって。でもこれリアルにやっぱり一番僕らがあの勝敗に納得してないんですよ、うんうん、だからレッドを勝ったと認識が多分、まあね、負の遺産って言ってたしな。負の遺産って言ってたしな。それは公式になってるんやったっけ。まあほぼなんかやったらみくるさんとかも似てるじゃん、うんうん、まあいじりというかね、う愛があるね。まあでも負の遺産はちょっと言い過ぎかもしれないけど、だってイチャイチャしないでって。あーあー、今のイチャイチャすな、イチャイチャすんなって。するならちゃんとすな。おー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 、じゃあちょっとお互いさ、ちょっとこっそりでいいから、どう思ってるか教えてよ。いやもう全然飲んでないですよ。え、酒飲ませなきゃ何もできないだろ。そうなの。いや、そうなの。言い方、言い方悪くない。どっちも、言い方悪くない。大学生と同じこと言ってますよ。飲ませてから持ち帰るみたいな。そういうなんか今、ラオスと同じことやってる。ラオスと同じことやってる。ラオスとモーリー似てるのよ。使えない、使えない。一番、それ言ったら誰もすると思うな。一番使える、需要ないかもしれない。あの、2自由が使えるから。おい、ここで2自由ね。2自由ね。2自由ぐらいね。え、じゃあ事業案、あれ結局なんか最初スマートおにぎりとか、うん、スマートグラスとか、ね、吉田くんがいる時寿司スクールとか、磯ちゃんのあの睡眠系とかいろいろあったじゃないですか、うん、あれの時ってやっぱまとまんなかったですか、全く、まとまんなかった。確かに、まとまんないっていうか、そもそも青木さん通んないっていうね。青木さん通らへん、ちょっと厳しかったね、
でブラジャーマスク一番良かったしね。いやあれはほんまにいいと思うよ。いやいやたこ焼き屋やろ一番良かったの。じゃあでも焼きくそ絶対焼きくそあれブラジャーマスク誰のブラジャーをやってたの知らん。あーあー分からん。いや秘書じゃん。いやいやいや過去だから秘書秘書過去経験だ秘書。いや分からへん誰のか。そこら辺の視点する予定。あの社宅やからいろんな人出入りする。ずるいわそれ。男かもしれないもしかしたら。男は使うか、ね、かもしれない。かもしれない。え、じゃあなんでスマートおにぎりに一回あのミッションはあれでいるの？それはもう龍馬の熱量が。熱量。熱量。でも大事。そう、俺は絶対無理やと思ってた。おい。それ初めて聞いたんやけど。ほんまほんまマジで無理やと思ってた。初めて聞いたんだけどそれ。いやそのさ。あの俺糖質制限とかもいろいろ試して、うん、あのやってたからさ。じゃあそれは自分が買うかどうかの話やろ。いやそのデブからしたらデブじゃないで俺はデブじゃないけど待ってね見たくお前が言うなよ。認めるところからやめてよ。スピーに投げ合うのやめてくれ。あいつ靴下履くだけでいいけどなでもモーリーデモデーのさデモデーの10分間喋った後あな息上がってない頑張ってるなと思ったら質疑応答最後の方息上がったもん。若干ちょっと息してからもうね。いやあれは過呼吸。最後死んだかったよね。何でしたっけ。あスマートおにぎりね。あスマートおにぎりあのまあ、デブからしたらおー、デブかよ。いい、もういい、あのおにぎりってもともとダイエット食なんよ。あ、そうなの。コンビニのおにぎりで済ますってこれもダイエットなんよ。だからそれを置き換えるってまず発想にない、うん、あー、なるほど。だからそもそもペルソナじゃないから大丈夫だよ。だからそのペルソナがどこみたいな。うん、なるほど。だから売れへんは違くない。だから自分にペルソナが当てはまってないけど、めっちゃ細いね。その体重を気にしてる太りたくない人がターゲットなわけやん。うん、にもかかわらずそのほんまに太ってる人はターゲットじゃないやん。そうやね、狭いのよ。じゃあデブと肥満と普通体型と痩せてるどれが一番いいと思う。いける。え、はい、もう一回言って。いやもうちょっと もうディスカッション A からもう。でも結局さダイエットか美味しいかどっちかに振ればいいですってコメントさ青木さんに詰められて言うとるじゃん、うん、じゃあ美味しいおにぎりだったら全然関係ないのよ。やめてよ。そっちに潰して。で、いざ納得してない中でそのおにぎりの字が進んで、で磯ちゃん振られましたってなったら、うーんってやることによって睡眠の授業できるじゃん私で俺はあるかなって思った。なるほど、ね、なるほど。え、どうなのそれは。いや睡眠の授業っていうよりもこのおにぎり授業についてみんなの思いみたいなちょっと聞いてる節があったからこれでいいんだろうかみたいな葛藤がずっとあった。って思うじゃん。って思うじゃん。じゃん。ではなく、みんなの原体験、みんなの共通点を探す中で、あ、でもそれももちろんだよ、そう。その中で、みんな睡眠には悩み持ってるんだって、その前に思ってたよ。それ上回ってるんよ、圧倒的に。だから、みんなの共通点を探そうとしたら、最終睡眠になるはずだまで、もう決め打ちやん。そう。その時点では、うん、まあでもそこまで行くまでに結構睡眠文脈あるでっていう流れもチーム内にあったわけじゃん、うん、って龍馬も言ってくれてたし、でもそこでまあ私がうまくちゃんと動けなかったしなんかちゃんと言語化できなかったことで不信感とかもねちゃんとその時依頼かせちゃったからそれによって自分が原因でその睡眠っていうのがもうみんなの選択肢からなくしちゃう原因になっちゃったから、そう。え、あれは本当にあったの？自己自得だよねみたいな。思いかけ布団。思いかけ布団。睡眠事業の一つ。え、あれは普通に夜の壁は。そう。え、だから俺らの話し合ってる中で結局磯ちゃんは私の悩み改善をしたいものが自分自身で欲しいんじゃないかっていう結論に至ったの。俺はね。まあ、でも僕あったら買うけど。そう。だから最終的に磯ちゃんの誕生日の時に。思いかけ布団をもらいました。えーすごい。もらいました。え、重くなれるもの。重くて落ち着くっていうのがコンセプトの商品で、え、そのさ、医師が処方しないといけないみたいな。あ、そうそう、そのヨーロッパだと処方箋として出してくれる。でも日本だと普通に買えるけど、逆にね。そうそうそう、逆やな。でも高いから、日本まだ認知が少ないよね。重かったら買わないや。そう、重いって言うと、うん、
でもそれは結局掛け布団に落ち着かせたのもまあなんかリボットするしなるけど、どっちがパパさちゃん、どういう重さによるかだよね。いや結構重いじゃん、重いのかな。だって重いって言うぐらいだから、だいぶ好きな人からの重いかもしれないよ。いやでもそれ結構合ってて、合ってんの？お母さんに包まれるみたいなところで安心感を得る。でもどちらかというと、よりいい睡眠というよりは不安とかそういうものから解消される安心感っていうところに特化した商品だから、まあ、全員がターゲットっていうのでは難しかったかなっていう後でも。で、まあ結局お母さん重たいの？お母さん重たいよ、うん、重たい。おい、なすな、会ったことバレるやん。やってない。挨拶行った、挨拶行った、挨拶行った。でも思いかけるとはね、デブは寝返り打てないから無理だ。デブに売れないんだよ。認めた、認めた。まずデブ、あーこっち、デブって布団いらないじゃん。畳1枚でいけるじゃん、デブって。確かに、うちの床で寝てた。使えないから。いや、まあ、でも、デブ、でもデブって冷えるのよ。脂肪って冷えるから。あ、デブって冷える。おい。再販決定ということで、新商品のオクトリートメントが実は即完売していたんですけれども、この度4月8日から再販が決定しました。オクトリートメントは超高機能として歌わせていただいたんですけれども、実際に口コミとかもアットコスメで集まってたりするので、ぜひね、気になってる方は見てください。本当にいい口コミをたくさんいただいていて、多くの方が髪の毛がすぐにサラサラになったとか、今まで使ってたものと本当に違かった、サロン帰りと同じぐらいのクオリティって本当に言っていただけてるので、皆さんもぜひご購入よろしくお願いします。え、ちょ、これさ、ちょっと聞きたいんだけど、まあちょっと誤解なく言うと、あの青木さんにその後いろいろ言われたじゃないですか。ブルーが合格でレッドは実現可能性がないみたいな、はい、何回作ったんだみたいな、ね、あって、まあ僕らからの推測を先に言うと、まあ、青木さんは多分番組的な立場でちょっと盛り上げるために言ってるんだなっていうのは大前提あるんですけど、それは大、その大前提、あれどう思ったんですか、あの時は言われて。え、それ言っていい？どうぞ。マジで嫌い。いいなった。いや、その正しいこと言われても怒られたらもう嫌いになるから。あー、なるほど。でなと一緒やん。そう、一緒、一緒や、一緒。龍馬もじゃん。龍馬もや、龍馬も一緒。いや、けど俺はどっちかというとそう言うけど、相手のそのそういう意思も汲み取りたいっていう感じ。だからもちろん言うときは言うけど、だとそのさ、仲悪くなるじゃん。いやいや、こびてやない。仲悪くなる。でも今は青木さんめっちゃ好き。おなぜなら優しいから。優しい。全然怒らない。あん時の怒った時の内容は全く納得しないです。全く納得いってないし、これ多分ね、カットされてたけど、俺らに言うんだったら向こうにも言えよっていう話はさ、あったんだ。だから僕がさ、視聴会で言ってたやつはもう現場でも言ってた。ドハマりしとったよ。うん、マジで。俺は納得してたけど。え？お前。すな。一部納得した。あ、一部。ごめんごめん。で、あの、まあ、背中合わせたものはいろいろあったじゃん。多分画面で。何があったの？その僕正しいこと言われたら、割とそのデモデで言うと松田さんが言ってることで、まあ言ってそれちょっと。あの考え方違くないですかは僕聞いてたりするけど、ただなんか正しいこと言ってたら、あ、確かにとか結構ちゃんと腑に落ちるんだけど、好みで言われた瞬間にいやいやと思って、はいはいはい、いやそれってお互いの好みのサンプル1同士の話になっちゃいませんみたいな。別に逆にそのよく詰めるときデータはデータはって言うけど、あなたデータありますで、ね、青木さんが詰める内容サンプル1の自分の主観で来るから、そこは僕らずっともうバチ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 してたのをレッドでも重ねて見ちゃってたのとか、いや確かにあのスマートおにぎりとか、あるいはその寿司屋さんがどうとか、あのものが売れるかどうかは分からないけれども、僕も判断はできない、データないし。だけど青木さんが弾くとき全部自分の主観で、そんなの使う人いる、僕だったら使わないけどが、でバッサリ切る。100回ぐらい言われたな。そう、これは違うんじゃないですかっていう。だから僕らドッグフード事業で言うとさ、うちの愛犬にはこういうのあげたいけどねって言ったときに、いやサンプル1ですみたいなって思っちゃったみたいなのがもうほんと無数にあったから、その弾き方はやめません、お互いに。なるほどね。一回沈めて、ちょっと一回沈めて、思い出しちゃったからね。思い出しちゃったからね。もう一回やってない。じゃあなんでそれを青木さんは言うんだと思う？え？
え、怖いきなり。いやいやいや、こういうムーブ。いやいやいや、なんとなく気になる。誰なんか憑依した今。いやいや、してないしてない。いや、なんでそういう考えになっちゃうんだろうなっていうのを背中の喧嘩を切る。いや、全然分かったやろ。いやいや、普通の好み、好みを押し付ける。あ、青木さんがそういう考え方になる理由。え、青木さん自身は、これ本当にそう思ってるんだけど、青木さん自身は本気でその授業を伸ばすように考えていると思う、うん、ただ、青木さんの価値観では自分のセンスを一番信じてるんだと思う。俺もそう思った。え、今答えを持ってた上で、瀬名くんが気づいてるかを確認しに行った。確認じゃない、瀬名くんはどう思ってる。軽く上から見てるってこと。違う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 、臨床操作やめろ。さすが社長。誰足りてない。自分足りてないんちゃう？みんなめっちゃ飲むね、てか、うん、酒飲みよな、みんなな。え、すごい。あのさ、期間中何回飲みに行った？いや、もう数えきれんぐらい。ゼロゼロゼロ。おい、なんちゃ、授業に集中してた。なんちゃ、キャラ編やめろ。授業に集中してた。そうそうそう、集中してるけど、みんなが集まっちゃう。勝手にね。そう、邪魔しに来るよな。うん、ラーメン一回だけよな、本格的に。飲んだやつ中によく飲める暇があるなと思って。いや、普通な、そんなありえんよね。飲んでるじゃん。ほんとに。まあ、一人朝まで飲んで、撮影遅刻した人いたけど。おい、ノンタイトル舐めんなよ。雑なやつやめろ。もうちょっと本気で来て。もうちょっとね。息切れしちゃうから。ノンタイトル期間中でさ、うちのラオスも、その、大幅な遅刻をしたって、たぶんさっき言ってて、その、うん、結構、まあ結構っていうか、まあ大問題にはなってるのね。もうそのノンタイトル期間中の遅刻ってマジ舐め腐ってるよなっていう話題になるんですよ。コメオさんのことではないけど、ね、そう、それでそのコメオさんってあれ描かれ方なのかなっていう。実際その撮影遅刻とか含めて本当にそんなすると思って、でラオス1回しただけで現場でももう何回も謝り、もうみんなに謝ったんで、それでも許してもらえなくて、めちゃくちゃ怒られてた。やっぱ20人ぐらい動いてるやん。そうだから、ちょっといや言うてもその時の撮影って、まあ、リアルなこと言うと向こうの方が大事で、こっち正直ほぼないから、うん、だからない、遅刻したけど別にそ本当にヤバかったわけではないけど、うん、大幅遅刻しましたみたいなことがあって、でも何回も謝って、いえ そんなんで許されるかよみたいな感じだったの、うんうんうん、だけどだからそれで考えると、小宮さんがその何回も遅刻してるのっていうのは現実的じゃないなと思ったので、こんなことはありえる？コメオ君が遅刻してるかどうかって誰にも分からんくて、遅刻するとしたら、あの撮影、じゃあ撮影の順番変えようかとかで勝手に変わってるから。あ、じゃあ変わっちゃうことは良かったってこと？その、いやでもちょっとあったよ、こっちも。あの瀬戸が10分ぐらい遅刻するときも普通にさらっと流れてるよね。いやでも、ヨエちゃんが時間守るみたいな感じで喧嘩してた。そうそうそう、確かに。いや、正解。え、正解。正解。記憶から消してるんだ。違う違う、待って待って、違うの。違うの、その時の記憶を戻してんだけど、なんか事実がちょっと違うの。いやでも、そうだよ。撮影10分ぐらいの遅刻だった、確かに。自分の遅刻は遅刻してない。違う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 。あれ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 。違う、俺は大幅遅刻。ちょっと記憶が今曖昧なんだけど、その遅刻はしてたと思うんだけど、なんか正当化されてるから現場でも許されてたことがあって、でこれをラオス行った時にその正当化されてた理由を毎回言ってたんだけど覚えてないの。え、自分の遅刻の記憶を曖昧にしてるの？違う違う違う、遅刻に正当化って正当化っていうのは遅刻に正当化。その1回引きずりすぎやろ。理由があって、覚えてない、理由があって事前に言ってたこととかで許されてるっていう事実があったから、え、何だったっけなそれ。瀬名くんってもともと遅刻性あるって言ってたよ。僕はもう間に合ったことがなくて、そもそもでノンタイトルで直ったっていう、直そうと思ったのって言って、そうで俺それ初めて出会って 3日目かドイツ村のやつ終わった後に夜に聞いて、あ、そうなんだ。僕、いやなんか別にこれもさ、だからラオスと同じで、だからラオスにもきつく言うのも、まあ、僕も言うて時間に相当ルーズで、もう遅刻しかしない人間なのを、ただなんかそっから変わったというか、だから変えられるんだなみたいな、うん、病気だと思ってたのも ADHD で、あ、病気だわって思って。変わらないって断言してたもんね。そう、もう絶対もう、それはもう僕個性とまでは言わないけど、うん、本当にもう間に合わせようって本気で思ってんのに、気づいたら間に合ってないっていう。合わせたってことはつまり甘えやったってこと。そう、甘え、結論甘えで僕は解釈してるから。でもラオスも今治ってるの。治ってるの認めやがった。甘えです、認めます。でも遅刻される側とすると、俺だからされるじゃん、俺が何とも思わないからこそやってしまうっていうのもあるんだよね。
なんか遅刻してもなんかやっとけばいいやみたいな、パソコン持って行ってほしい、なんか仕事しとこうぐらいの感覚だったから、それが良くないんだよね、多分ね。でも それさ、遅刻なんとも思わないっていうのは、多分自分が遅刻してもその時も許されるためになんとも言わないじゃん。それは多分 前のセラも同じかもしれないけど、いや、されてもマジでなんとも思わないだよね、この時。いや、今は思う、なんか今は思うというか、まあ、あの直そうっていうのは努力してるし、進んでないよ、まあ、あのやらないようにしてるんだけど、その時本当に昔は何とも思わなかったです、すいませんでした。何その顔、分かる、分からない。じゃあ遅刻されたら何とも、うん、おふざけんな。だからラオスの方がタッチはいいと思ってて、僕は遅刻されたらマジでこいつ舐め腐ってんなって思うのに自分は遅刻する。あー、やばい、違う、悪いやつ。そう、ここは遅刻せない。あー、いや、この二人は結構ある。遅刻はしたのじゃ、その本当に。そちゃんはあの重要、自分の中で重要やと思ってるやつはちゃんと来る、うん、そうだね、あ、なるほど、ちょっと早めに来る、なるほどなるほど。で、あのだから磯ちゃんが遅刻してきたらめっちゃ腹立つ、この予定を舐めてたってことそう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 、なるほど、ね、自然的にね、守れるやつできるはずだった。それで言うと全部やっぱ包括されちゃう、ラオスまんまそうだからさ、自分の優先度がめちゃくちゃ低いなって思ってるものはちゃんともう来ないで出ない。いや、重要度高いやつも来てないけど。ってことはやっぱ甘えだよ。あ、まあ甘えです。いい。じゃあ僕ちょっとめっちゃ一個聞きたいやつ言っていいですか。僕一番今日聞きたかったんですけど、うん、吉田くんが辞めますって言った時あったじゃないですか。あれ本当に泣いてたんですか。あ、笑ってたよ。懐かしい。あの人笑ってたよ。本当に泣いてました、あれ皆さん。俺はマジで泣いてたし、マジで怒ってて、その後の帰り、この二人とも一言も口利かんぐらいに。じゃあ待って、なんで怒ってんの。うん、まあ、まあまあ、その状況、吉田くんが辞めざるを得ない状況。まあ、吉田くんが辞めるのは無理もない状況で。それって薄々やっぱ分かってたりしたんですか。なんか吉田くんの体調がどんどん悪くなったりとか。いやいや、いや体調は全然悪くなってないよね。本人は辞めたくなかった、うん、ああ、そういう感じなんだ、うんうん、理由とか僕もマジで何も知らないんだけど、吉田くんに会った時に言ってたのが、めっちゃきつかったっすかみたいな感じで言ったの。いや、それこそ昨日なんだけど、うん、そしたら、いや、めっちゃきつかったです、本当に期間中きつかったです、でも怒りの方が大きかったです、直後は、うん、怒りがやばいって言ってたから、うん、あ、なんかあったんだなと思ったの。まあ、だからそこはリンクするよね。そう、だからその怒りの、ね、何の怒りか、何の怒りかはそっちへ今後ちょっと動画にしてってよ。うんうんうん、確かに。2人はどれ出会ったらどれくらいの出来事なんですか、吉田君と。あ、2、3週間くらいじゃない。あ、うん、結構そういたんですね、うん、そうそう。でもまあ、あの龍馬は泣くまでは行ってなかった。そう、さっきの回答で言うと、そうそれも、あ、だからこれも使えないかもしれないんだけど、ね、龍馬は別のこと考えてました。いや違う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 、はい、違うって。だってあれもうさ、いつ女の子に会うかなとか。違う違う、それで言うと俺らの紹介でさ、磯ちゃんの手紙でモーリーが泣いた時に、うん、龍馬くんが泣こうとして、あれわざとじゃないって言って、わざと涙出そうとしたねみたいなのあったよね。あれはもう意図的にやってて、ある顔をすることによって磯ちゃんが泣くかなと思って、で、そんな誘導してた。なるほどね。それであの顔を誘導してた。泣けっつって。すまんけどこっちだわ。龍馬には関係なかった。関係なかった。関係なかった。龍馬の涙ちょっと嘘くさいけどな。俺でもね、結構泣いちゃうのよ、飲んだら。泣くよね。俺も飲んだら泣くよね。あ、それは飲んで怒られたら泣く。違う違う、俺昨日もさ、飲んで泣いてなかった最後。まさやな、うん、確かに。磯ちゃんにこうやってやられた時、内心どう思ってたんですか。邪魔やなって。いや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 、邪魔やなはやばい。邪魔やなはやばい。そろそろ飲んできたところで、ノンタイトルの、まあ、これおも、まあ、裏話聞きたいんですよ、まあ、これ結構なんか画面には映ってないけど強かったっていう、はい、はい、磯ちゃんが酔っ払って記憶なくしたっていう話があるけど、はいはいはい、その後、後日談がありまして、はいはいはい、あんなん全然序の口で、あの後、龍馬はケツ出して寝てた。あー、それ使えるわ。で、いやいやけど、ちゃんはそこに爪楊枝さして。もう一応おもろいんだけど。これは事実です。シンプルに酔っ払ってうつ伏せで寝てて、
なんか知らんけどガッて剥がされて、あのホジ君の公式 LINE 登録してもらったらその画像が上がるかもしれない。やばいあれ商売人やん。それ多分磯ちゃんの株下がってるだけだよ今。確かに逆じゃないと強くない。磯がなんかスマイルさせた癖みたいな。ない記憶ないんですよ、その時間も。いや、それは記憶ある。あるんだ。怖い。龍馬のパンツをはあのズボンを剥がして、わざわざ。ケツの穴に。で、それ動画撮ってて。剥がしたのは覚えてなくて、そこにお尻があったから。山があったみたいな。ダーツみたいな感じ。うまい。山があったみたいな。ブルみたいな。ブルはあかんやろ。磯ちゃんは多分ブルはあかんよ。ブルはあかん。磯ちゃんブルはあかん。せめて20。せめて20。20。20ダブルみたいな。20ダブルみたいな。20ね。自由。磯ちゃんって正直多分めっちゃお酒飲むし、そんな酒癖良くないと思うんですよ。でかなりいろいろ経験してると思うから、それ全部出しちゃったら逆になんか好かれると思うんだよね。このそれが磯ちゃんと。そうそう。なんか清楚げでおしとやかな感じだ。っていうと見た目がイメージがあると思うんですけど、酔っ払ったらもう男のケツに爪痕を刺しまくるみたいなギャップだよね。ギャップ、そういうのを全部 YouTube でも出していけば、うん、ここあの酔っ払ったらコラボしていいね、この女性2人、うん、カオス、多分カオスだけど2人ではしご酒えぐい。あと和田ちゃんとかやったらもっとヤバそうじゃない。和田ちゃんも飲んでる。和田ちゃん、和田ちゃんやばい。飲ませるのがうまい。和田ちゃんマジでやばい。飲ませるのがうまい。飲ませられたら切れそうじゃない。切れそう。まあでもね、和田、いや、あんま相性良くないかも、和田ちゃんとこの3人飲みは。僕はバトりそうな感じです、和田ちゃんと。いや、バトルおもろそう。いや、おもろいかもな、女子会。割とね、もちこもね、煽られたら煽り返すタイプだから。いや、ここの喧嘩見てもらえればわかるよ。ちょっとうちのチャンネルであげるよ、はしごだけ3人女性の。あ、でもそこに鍋ちゃんがいたら変わるかも。あ、鍋ちゃんは絶対に。鍋ちゃん人見知りなくて、もうすごいみんなわけするから。鍋ちゃんと、あれじゃない、磯ちゃん大丈夫そうじゃない。みんな人見知りでしょ。和田ちゃんじゃない。和田ちゃんもいけるか。だって磯ちゃん人見知りでしょ。うん、昨日だって一回も目合わなかったよ。いや、オーラあるからそうだね。どのオーラ。いいオーラ。いいオーラね。じゃあ許す。何の許し。スーパースターから。ああ、確かにね。ミスターですから。もうカバンしようか。入ってない、入ってない。三つ来た今。いや、今モーリーの暴露話聞いて、磯ちゃんのあの脱事件ね。磯ちゃんはね、暴露。じゃあノンタイトルの本編の撮ったやつにしよう、その。なんかプライベートのやつはさ、もうお酒の場しかないじゃん、その裏話。まあまあ、なんか本編でこの暴露ありますみたいな。暴露、画面には映ってない、ただ実際こうだった、画面ではこうなってたけど実際こうだった。それは二人のやつやったからね、なんかこう自分以外のやつ。あ、じゃあ考えていて。それはその質問にちょっとさ乗っけたやつ聞いていい？あの青木さんがいいって言ってたのは、あれ本当？おお、女子会トークでね。あ、磯ちゃんが。そうそうそう。あれ媚び売りとかではなく、本音でいいってことでいいですよね。本音でなのかな。好きなタイプな話。そう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 。顔面はかっこいいと思う。確かに青木さんでイケオジやもん。じゃあシーズン3で一番なんかまあ付き合える。って誰かいいなと思う男性は誰なの？ああ、青木さん込みで。それ確かにあって、あれ放送で切り取られちゃってたんだけど、あ、てか放送中に和田ちゃんと喋り忘れてて、はいカットってなった後に喋ったのがモーリーいいよね。はい、付き合うかな、カット重要ないじゃん。絶対いるね。いいよな。和田ちゃんもモーリーいいよね。あ、そうそうそう、付き合うだったらいいよね。あ。でも吉田くん人気も高い。違う、モーリーはお金があるからでしょ、みんな。お金があるからいいよねって言うでしょ。資産を手に入れたいでしょ、みんな。肩に頭当てた時もあれ、お金があるから。お金がね、お金が、今日タクシー代いくらみたいな。タクシー代いくらみたいな。そこばっかりで進んでない。いや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 、飲んでください、今日。龍馬くんは詳しくは言及できないけど、直前、前日てか当日か。それ私も言いたかった。当日3人でめちゃくちゃ喧嘩した。3人っていうか、ここか。ここが。当日っていつ？前日っけ、あれ。最後の日でしょ。最後の日。あ、最後の日。最後出るって、あの、あ、ビラをね。そう、ビラを出る日。あ、なんで？ということで、じゃあこの続きは、補助チャンネルでいきましょうか。っていうかもしれないってことで。わかんない。はいはい。かもだよね。お、
うまいこと言ってくれますやん。これちょっとここから星野のチャンネルで行きましょう。優しい。どういうこと？ちょっと気になるめっちゃ。めっちゃ優しい。だからあのこれ多分前後編になると思うんで。はい、うまいわ。星野飛んでもらって。え足りたこれ。え足りすぎ足りすぎた。足りすぎた。足りすぎた。だってどうせ編集のこと考えたらもう P 多すぎて困ったんだけど。確かに。ああそっかそっちが働いちゃうんだ。概要欄のとこにも貼ってんだ星野のチャンネル。ああ、貼ってください、ぜひ。あ、てか、ラオスさん、これ言った方が。あと、そうね、今回ですね、福岡、まあ、うちの福岡のバーエルフというお店で、今回、勝利したね、チームレッドの祝勝会を開催します。イェイ！ありがとう。ナイス、ありがとう。ありがとうございます。で、日時は4月19日の金曜日と、4月20日の土曜日、2デイで、はい、祝勝会、チームレッドの祝勝会をしますので、皆さんご予約お願いします。で時間はね19時から入ってるよ、入ってるよ、入ってるよ、入ってるよ。多分だけどラオス以外マジで知らない、マジ誰も知らないこの情報。いや僕知らなかったもん。ちょっと待って、ちょっと待って、息切れてない、息切れてない、めっちゃ息切れてない。僕マジで この話初めて知ったから。一番19、20初めて知ったの。そうなんだと思って。早く時間言ってるか。で、時間がですね、19、20の19時から、金曜日はラストまでで、2日目の土曜日は、24時まで縛るね。やってますので、ぜひ値段とかは言わないの。値段はですね、男性が5,000円2時間飲み放題で、女性が3000円2時間飲み放題でやってます。誰でも入れるの、はい、誰でも入れます。これは予約制とかじゃないの。予約制です。概要欄に予約リンク貼ってますので、ぜひそちらからお申し込みください。なので、まあ、その日ね、もし、まあ、ご都合が合えばぜひ祝勝会ということで、まあ、勝利を祝いましょう。皆さんぜひよろしくお願いします。お願いします。少なかったら泣いちゃう。いっぱい来るじゃなかったら泣いちゃうよ、はい、ね。結構多分経営者さんとかも多いと思うよね。補助金、助成金とかもさ、いろいろその時に話聞けるわけや、うん、あ、それ聞けるね。そうそう、うん、だから今後のさ、ビジネスでどう絡むとかもあるわけやから、経営者とも結構興味があるし、まあ視聴者、一般方もやっぱ応援したいって気持ちがあるから、あとシンプルにビジネスとしての提案も欲しいよね。まだスタートアップだから。確かに、そう、シンプルに、そう、いろいろやっぱね、ビジネスの価格とかも今後考えていくと思う。営業も大歓迎っていう形で、まあ、コラボとかも、まあ、事業でね、できるかもしれないし、まあシンプルに応援するという形でね、皆さん集まってほしいですけど、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、ということで、じゃあここから星野町チャンネルに行きますので、見た皆さん面白かったね、このチャンネル、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまたホチョの方でお会いしましょう。また、はい、再販決定ということで、新商品のオクトリートメントが実は即完売していたんですけれども、この度4月8日から再販が決定しました。オクトリートメントは超高機能として歌わせていただいたんですけれども、実際に口コミとかもアットコスメで集まってたりするので、ぜひね、気になってる方は見てください。本当にいい口コミをたくさんいただいていて、多くの方が髪の毛がすぐにサラサラになったとか、今まで使ってたものと本当に違かった、サロン帰りと同じぐらいのクオリティって本当に言っていただけてるので、皆さんもぜひご購入よろしくお願いします。